待て、言う通りにする。その代わり彼女を話せ。西部署小暮が謎の女マリコと一緒に拉致された。金か怨恨か。狙いは最初から俺の体だったんだな。目的は何だ。何のために俺をはめた。知らないわよそんなこと。私はただ頼まれただけよ。大門軍団の執拗な捜査が始まる。刻一刻と迫る時間の中で小暮が考え出した最後の手段は。何するんだよ。こいつを一緒に手伝ったってわけか。ほっといてよ。次回西部警察、燃える罠からの脱出、どうぞご期待ください。